はい、どうも皆さんこんにちは。三和交通埼玉営業所菅井です。今日はですね、中野の方に怪談ナイト参加しに行きました。とりあえずですね、今日なんか阿佐ヶ谷の方で七夕祭りやってましたので、フラフラっと途中下車で、ちょっと寄ってみてます。というのも実はここですね、私のパントマイムの師匠が今日、パフォーマンスやってまして、後ほど画像、入りましたら、ご覧ください。はい、というわけですね。動いてるよ。あ、ほら、こんにちは、先生から。ちゃんと書いてあるよ。はいはい。リビングスター。どうしたの、この絵。どうした、こわちゃん、ほら。してくれるかな、してくれるかな、あ、あれ、あれしてくれないのかな、来るかな、来るかな、あれ来るかな、アピール、アピール、アピール大事。あ、来るな、来るな、イエーイ。音も出るな、あっちよし、イエーイ。ありがとうございます。はい、どうも。場所を変わりまして、こちら中野になりますね。今日の、メイン、怪談ナイトが行われる会場となっております。今中野サンプラザの前にいますが、こちらでやるわけではなくて、フロッチャートさんという、レストランバーで、行われます。はい、誘惑に負けそうです。早く見なかったことにしていきましょう。はい、なんとかサンモールから中ブロードウェイを抜けて、夕焼けに負けずここまでやってまいりました。もうあと少しなのでね、よろしくお願いします。はい、では、フローチャットさん、到着いたしました。これから、中の方に入っていきたいと思います。ちょっと今日は私一人でやってますので、はい、地下に降りていきます。はい、フローチャートさんの入り口ですね。今日ここで私は何話か、語り部として、怪談ナイト参戦いたします。
三和交通、埼玉営業所の心霊ツアー担当、菅井と申します。はい、心霊ツアーをやりながら、そこでもって起きた体験談を今日はお話ししていきたいと思います。あの2018年の体験談はちょっとまだツアー中なので申し訳ないんですけど、あの2017年の体験談をあのメインでお話ししていきますので、よろしくお願いいたします。私タクシーの業界に入ってこれで3年目なんですよ。まだ3年目なんですよ。で入った間もなくの頃ですね、スペアっていっていろんなとこいろんな待機場とか駅とかを経験する期間がある、んですけど、その期間中である待機場のところでもって経験したことなんですね。私は12月1日からの、乗務登録なので、それこそ夜もまだまだ朝の5時から出勤だったんで真っ暗ですよ。でその待機場はちょっと特別なとこにありまして、私のエリアでは有名なお寺の横にあるんですね。すごく大きいお寺です。松平伊豆の神の墓所があるお寺で有名なところですね。でそのお寺自身すごい木がうっそうと茂ってるところで、それこそ待機場の横で見てるとちょっと怖くなるようなとこではあるんですよ。ただそれほどね、何かが出るとかそんな噂もないところです。もちろんお寺ですからね。でしっかりしたところなんで浄化もされてます。で修行僧がそこ108人いるんです、今でも。108っていうのは多分引っ掛けてる数字なんだと思いますけど、必ず108人そこにはいるって話なんですよ。だそんだけ大きいとこなんで、そんなにねそういう話もないんですけど、朝5時ちょっと過ぎに私そこの待機場で待ってまして、ぼーっとなんか明かりが向こうの林の方からまあぼーっと光がねなんか浮かんでるんですよ。で嫌だなって思ってはいたんですけど、でだん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 なんかラジオもつけてないのにゴショ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 とこう音が流れ始めるんですよ。でうわなんか来ちゃったのかなって思ったんですね。でずっとそれが続いていく来てついに見え始めるんですね。白い洋服を着た人が、女の人ですね。もう今の時代の人じゃないですよ。で声もはっきりするんですよね。ボショボショじゃないですね。シク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 、本当もう絵に描いた本当漫画で出てくるような本当シクシクですよ。で私ですね、無線室に無線入れました。緊急連絡です。これ以上ここでは私は待機できません、逃げますんでごめんなさいって言って先にも後にもそんな無線入れたのあんたが初めてだよって後ですごい怒られました。でもこれね本当怖かったんですよ。多分あのままいると本当乗ってきちゃうんで、もう私はもう逃げました、そこは。はい、という軽い話でよろしいでしょうか。はい。はい、お願いします。はい、今回で第36回の怪談案内となります。3ヶ月に1回やってるのでぜひ1回遊びに来てください。お願いします。はい、どうも。ただいま夜中の1時になります。まだたくさんの方がお店に残っております。まだまだこれから朝の5時まで、怪談ナイト続きますので、はい、ごめんなさい。
してなかったです。もう一回最初からいきます。あの高校時代のね話をしますんで、あのですね、まあ稲取、伊豆の稲取、ここに私の親戚がいまして、まあそこで毎年夏休みを、まあ、過ごしてたんですけど、まあ高校2年生の時に、まあ、素潜りでもって本当深くまで潜れるようになったんですよ。でアワビとかそこら辺まで取れるようになったんですね。でまあ調子よくその日も取ってたんですよ。で稲取港のちょっとあの、まあ、先ほど言った防波堤の先のところに大きい岩が落っこってるや、あの上から落っこってきたやつがこうボーンとなって、そこのところがあの結構いい漁場になってて、そこのところにアワビとかウニとかあのタコとか、たまにウツボがいるんですけどね、そちらが怖いっていうのがあれはいるんですけど、結構そこへ潜ってアワビとかそれこそ多い時10個20個取ってたんですよ。だからいいですよね。トコブシなんかもう 何十個単位ですよ、でまあそれ取ってきて食べてたんですけど、まあある日潜ったんですね、同じように。でいないんですよ、何もいないんです。あれと思って、で唯一いたのがタコなんですね。でタコまあ取ろうかなと思って、でもタコって岩のところだと吸盤で押さえつけられてすごい力なんですね。あの危ないからやめろって言われてたから、まあやめたんですよ。でもう一回上に上がってもう一回下に潜ったんです。そしたらこうワカメのような、なんかこうもずくのようなものがブワ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 ってその岩場のとこ揺れてるんですね。でもって何だろうと思ってずっと潜ってったんですね。まあ、そこまではっきり言って5メートルちょっとあるんですよ。でもその素潜りでそれ行けるようになってたんで行ったんですよ。そしてだんだん近づくにつれて私も分かったんですね。モヤモヤってなってるその隙間から顔が覗いてるんですよ。要は下からこうやっておいでおいでの状態ですよね。もうあれ以来私はもう海には潜ってないし、もう海には行かないようになりました、というお話なんですけど、いかがでしょうか。はい、それではですね、無事終了いたしました。本日102話、102話まで達しました。ですね、もう皆さんお帰りになってます。夜も明けてきてます。102話達成おめでとうございます。これで、怪談ナイトを終了いたしたいと思います。ありがとうございました。はい、朝5時半になります。ですね、怪談ナイトも無事終わりました。まあ、このようにね、いろいろ自分の趣味、それから会社のイベント等でもっていろいろなことをやりながら、まあ、楽しみながらできるっていうのも一つの、この業種の魅力だと思います。私はもうこの後、富士そばさんでもって、食事してから帰りたいと思います。本日はどうもありがとうございました。